皆さんこんにちは。日本聖書協会広報部のベランド恵美です。今日は日本聖書協会が新たに立ち上げたバーチャル聖書館のご紹介と、現在オープン記念として開催しているプレゼントクイズについてお知らせをいたします。日本聖書協会は1875年から約150年にわたり聖書の翻訳、出版、頒布をしています。全世界における200の国と地域で各国の聖書協会と協力しながら多くの方に聖書の御言葉を届けています。これまで私たちの働きを知っていただくために様々な方法を用いていましたが、今回新たな試みとしてメタバース空間でゲーム感覚で楽しく館内を散策しながら聖書協会の働きに触れていただけるバーチャル聖書館を開設しました。バーチャル聖書館には日本聖書協会のホームページまたは QR コードから入館できます。入館時に自身のアバターを選ぶこともできます。館内は美術館のようになっており、各部屋に展示されたパネルや動画で日本聖書協会や聖書協会世界連盟の歴史、和訳聖書の成り立ち、聖書制作の技術など聖書と聖書協会にまつわる情報を得ることができます。パネルはクリックすると詳細ページに移動し、さらに深い知識を得ることができます。聖書のラインナップを紹介する部屋からは、直接オンラインショップに飛んで欲しい聖書をすぐに購入することができます。国内外の聖書普及活動を紹介する部屋からは、各国で支援しているプロジェクトの内容が見れ、支援したいと思うプロジェクトに募金をすることもできます。多くの方々に、聖書の御言葉を届ける必要性と喜びを知っていただきたい。銀座の聖書館に来るには物理的、地理的制限がありますが、メタバース空間であればどこからでも聖書館に来ていただくことができます。SNS は単発の情報が流れていってしまいますが、メタバース空間を利用することで多くの情報を一度に可視化させることができ、また自分でアバターを選んで自由に散策することで、ゲーム感覚で楽しんでいただくことができます。コロナ禍後、コミュニケーション手段も変革した今、聖書協会もそのような選択肢を提供する時期が来たと感じました。聖書協会って面白いことやってるんだと興味を持っていただき、若年層とに限らずですが、接点作りの一助になればと願っています。たくさんの方のご来館をお待ちしています。また教会やキリスト教主義学校、団体の皆様とバーチャル聖書館を使って何かしらのコラボができたらとも思っています。ワクワクするアイディア、たくさんお待ちしています。そして、9月30日まではオープン記念としてプレゼントクイズを開催しています。クイズに答え、応募してくださった方に抽選で豪華賞品が当たります。すでに多くの方がバーチャル聖書館に来館してくださり、クイズの応募も続々届いています。9月30日まで開催していますので、ぜひ振るってご応募ください。バーチャル聖書館の可能性は無限大だと思っています。今後、館内で聖書展や講演会の開催、日本聖書協会所蔵の貴重な聖書や、世界中にある様々な言語の聖書の紹介、入館者とインタラクティブなイベントなどを展開していくことも考えています。また来年、2025年には、聖書普及活動150年を迎えます。150年記念企画などもバーチャル聖書館内で開催できたら良いなと思っています。以上、東京都から日本聖書協会のベランドがレポートいたしました。